どんな試合になると思いますか？いや、どっちにとっても J2 昇格に重要な試合になるし、去年は逆の位置で苦戦して悔しい思いをしているので、絶対今日は勝ち上がって去年の悲しい思いを、ね、挽回したいことし、必ず、プレーオフ圏内キープしたと思っています。絶対勝ちます。注目の選手ですか？やっぱり亮君に久々にガツンと 2,3 点決めで、しっかり元気を笑顔でみんな九州に帰ってもらいたいと思います、はい、行くぞギラバーンズ。最近またちょっと決めてない選手にもゴールを期待したいですし、フォワード陣に頑張ってもらって、ディフェンス陣にしっかり締めてもらって、いい試合を期待しています。背番号6。いや、今日はちょっとまた後半からでも追い上げてくれるのを期待してます。せーの、絶対勝つぞ。頑張れギルバーツ。いいね、男らしい。SC 相模原のホームタウンであります相模原市。全試合、この試合が見れちゃう。ホームページ。常に考えることってものすごく大事じゃん。ゲームの中でも、今までのトレーニングの中でもそう。考えないとサッカーできないから、考えることって大事なんだけど、考えた時に動けないっていう状況になる。そしたら動くことをさ、選択しろ。気持ちに従い、心に従い。頭で考えて考えて考えすぎて、あ、足が動かないなってなったら気持ちに従い。で、疲労で動けなくなったらゴール裏切ろ。君たちのことを背中から押してくれてる人たちがあれだけいるから、その力借りろ、どんどん借りろ。それ構わない。それでも動けなくなったら、いるから、サブがいるから、だからそれぐらい出し切ろ、出し切ろ、90分の中で。いい？もういろいろ今までやってきたし、いろんなこと言ってきたし、まあ、だんだんこうシーズン長くやっていくと、俺ずっと喋ってるじゃん。だけど今日はあの最初のセットプレーのミーティングで、まあ、シュートが話してくれたでしょ。
あいつもやっぱり今日気持ちすごく入ってるね、フルスだし、去年のこともあるから。で、今までやってきてくれてる、そのシュートにも応えよう。俺たちみんなで。ね。燃やせ。気持ち燃やして、ハート燃やして。どん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 最初から積極的にうまくいかなくてもいいから、その瞬間うまくいかなかったら次で取り返す、やり直すいい。で、今取り返すって言ったけど、ミスあって、例えばうまくいかないことがあって、でもそのミスはもう取り返せ。そしたらもう一回走れば、動けば、考える。これはさっきと一緒、最初に言ったことと一緒、それの繰り返しだからね、それが。で、それがチャレンジの判断にしてくれ、チャレンジの決断にしてくれ、前向きな決断にしてくれ、相手に勝つための決断にしてくれ。それだったら何にも問題ない。そしたら俺たちはずっと前進し続けられる。そういう戦いだよ。乗り越えよう、乗り越えよう、勝って終わろう、ここからにつなげよう。いい、熱く戦いよう。 OK 大丈夫ね。はい、じゃあ行こう。最初から最初から、でも一回負けてる相手で、シュート3のフルスで、泥臭くてもどんな形でもいいん で自分たちのサッカー信じて、相模原叩き潰して北九州を変えましょう。いそっ、よし、行こう。はい、行こう。しゃばく、はい、行ってらっしゃい。最高大さん、ああ、水色です。あ、じゃあですよ。
まあ、難しいゲームになるのは分かってたでしょ。お互いに助け合いながら、しっかり文句なしで取り切ろう。関係ないよ、判定は。俺たちの敵はレフリーじゃないよ。自分で自分。自分に矢印向けて。後半もっといこう。もっといこう。絶対勝とう。こういうゲーム絶対ものにしよう。OK。はい、行こう。はい、行こう。まあ、こういうゲームを絶対物にして勝って帰りましょう。いぞ、はい、よー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 よThank you.
ルのハッピーバースデーじゃねえか今日。バモス、やったー。なんかあれは出たよ。ここから8点取っていく、得失点差すごく大事になってくる中で、この間取られてしまったものを取り返したのはすごく、いいこと、素晴らしいことだと思います。もう本当にファイトしてね、作戦というかね、あの戦術を遂行してくれたなと思うし、その中でこの勝利を得たのはすごく大きいこと、みんなの頑張り、努力が結ばれてこうなってる。で、ここからもう一回もう一回ここから繋げて上行かないといけない。まあ俺があんま話してもあれだから。おっしゃー、ありがとう、ありがとう。待ってましたね。決めれんの？これ決めていい？これ決めていい？練習しよう。やっつけさあ、43歳になりました。今日はワンタップなしに。イエーイ！そういう目的でないし。ワンタップ今日は取れないんで。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。まあ、やはり僕らの60位からスタートしてきたので、やっぱり半信半疑、いいものはあるけど勝ちきれないとかっていうところでこう本当にいけるのかなみたいなところは多分あったと思うんですけど、まあ、前期の岐阜戦終わってから、まあ、負けない試合が続いてきた時ぐらいから本気で、選手の目の色が変わってきたのかなというふうに思いますし、ただまあなんかそのターニングポイント、もしかしたら前期の八戸まで北九州から、応援に来てくれた方が何人かいらっしゃるんですけど、まあ、ちょっと躍動感もない、運動量も少ないみたいなゲームをしてしまった時に結構本気でブーイングしていただいたので、それをこうやっぱりその思いをしっかり受け止めようというところをこのミーティングの中で話して伝えた時から、まあ、覚悟がだんだん決まってきたのかなという気はします。はい、ありがとうございます。イエス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 。相模原の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。振り返ってどうでした？やっぱ今日は3点も取ることができたし、失点も無失点で終われて、やっぱ前節3失点食らってそこで1点しか取れなかったんで、やっぱそこで勝つことができたので良かったです。村井選手のハードワークのおかげで中盤を制したいイメージありますが、その点はどうでしたか？まあ、自分はハードワークがちょっと武器なので、やっぱそこでスライドをやっぱ人のためにやっぱチームのためにできることが一番のポイントだなと思ってんで、そこは、やっぱ疲れててもやるべきだなと思いました。僕らもすごく喜んだんですけど、私の幻の J リーがすごい楽しみはいかがでしたか？まあ、J リーグ初ゴールで来たなと思って、やっぱ親御さんとかも来て やったっていう声が聞こえたんで、やっぱ嬉しかったんですけど、そこでやっぱファウル誰かがしたんでなくなったんで、ちょっと悔しかったです。じゃあ次節初ゴールをくれるように意気込みをお願いします。次節はホームで試合があるので、また勝ち点3で連勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。では
ベリーガッツゴールおめでとうございます。ありがとうございます。ゴールを振り返っていかがでしたか。そうですね、まあ常日頃からボックスに入っていけっていうふうには言われてるので、まあ、そこを意識した中で、まあ、高井君からいいボールが来たんで決めれたと思います。あのループのようなボールはイメージ通りですか。そう、あのループまではイメージしなかったですけど、まあ、しっかりボールを見て、吹かさないように枠を捉えることだけ意識して打ちました。去年は苦しい思いをしたこのピッチでの、勝利となって久しぶりに僕も嬉しいんですけど、キャプテンとしていただきます。そうですね、まあ去年本当にファン、サポーターの皆さんに苦しい思いをさせた分、今年は昇格して喜びたいと思っているので引き続き応援よろしくお願いします。最後に、はい、あのボール決めた後にエンブレムを使っていたからボール裏を見ていたのが印象的だったんですけど、あれはどんな思いですか。そうですね、まあここ数試合うまくいってない中でもやっぱり僕たちは後押ししてくれてるのは選手みんな感じてますし、まあ、本当に昇格していきたいっていう思いでああいう形になりました。じゃあ最後に、次節のホームの力ですね、はい、に向けて意気込みお願いします。ホーム絶対負けられないんで、たくさんの方に来場していただいて一緒に戦ってもらえれば嬉しいです。よろしくお願いします。ゴールおめでとうございます。ありがとうございます。広げてせーの、ではナイスゴールI'm sorry.